ブライダルナビチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ブライダル YouTuber の中西由美です。このチャンネルでは結婚に関する知識やお得な情報を配信しておりますので、よければチャンネル登録もお願いいたします。今回はですね、結婚記念日の名称についてお伝えしようと思います。結婚した記念の日なんですけれども、結婚記念日を婚姻届を出した日にするのか、結婚式をした日にするのか迷っている方いらっしゃると思うんですけれども、今は結婚に関する価値観っていうのが多様化してますので、2人が結婚記念日って思う日を結婚記念日にしていただければいいんじゃないかなと思います。で、結婚したという大切な記念日は実は毎年意味を持たせてお祝いすることができます。こんな風にですね、15年目まで毎年毎年結婚記念日に名称があります。神婚式、綿婚式、川婚式、花婚式、木婚式、鉄婚式、銅婚式、青銅婚式、陶器婚式、鈴婚式、鋼鉄婚式、絹婚式、レース婚式、象牙婚式、水晶婚式というふうに、15年目まで結婚記念日には全部名前があります。で、それぞれに意味があるんですけれども、1年目は神婚式、これは白紙の状態から将来の2人の夢を願うという意味があります。プレゼントには手帳とか日記帳とかフォトブックなどはいかがでしょうか。そして2年目は綿婚式といい、これは2人の関係はまだ綿のように柔らかい、まだ関係が固まってないというイメージからこのように言われるんですけれども、贅沢を戒めるとかっていう意味もあって、気を引き締めて夫婦これからも頑張っていこうっていう思いも込められています。プレゼントには綿のものでスカーフとかペアのパジャマとかはいかがでしょうか。そして3年目の川婚式なんですけれども、これは結婚生活がもう3年も立つと倦怠期に入るって言われてるんですね。で、そこで耐久性があって、使えば使うほど味が出てくる皮のように、夫婦の絆を高めようという意味を込めて3年目は皮婚式をお祝いします。プレゼントは皮製品のものを送り合います。そして4年目の花婚式っていうのは、3年目の倦怠期を乗り越えて、2人での生活も慣れて、これまで撒いてきた種が成熟して花が咲くということから花婚式と呼ばれています。プレゼントはそのものズバリ、お花を買ってお祝いします。で、5年目は木婚式です。で、結婚5年目っていうのは、もう5年経って家族がもう一本の木なわけなんですね。地面にしっかりと根を張って一体になって、みんなで進んでいこうっていう意味なんですね。で、5年目になると、1年目2年目とかの紙とか綿とかから結構ずっしりと重みのある例えになってきます。プレゼントは木にちなんで木製のお揃いの食器とか、お箸とかカップとかお皿とかが選ばれたりします。で、6年目からずっとこうやって夫婦の絆を固いものに例えてお祝いをしていくんですけれども、15年目を過ぎると、次は20年目から5年ごとにお祝いをします。結構有名なのが25年目の銀婚式とか、30年目の真珠婚式とかですね。で、これそもそもヨーロッパ、イギリスが発祥で日本に文化が伝わってきたんですけれども、実際に日本で一般的になったのって1894年、明治27年に明治天皇がご自身の結婚25周年の銀婚式を祝ったのをきっかけに一般に広まったとされてるんです。そして明治天皇の銀婚式のお祝いに、2銭と5銭の2種類の記念切手も発行されているんです。しかもこれが日本で最初の記念切手だったんです。以上、今回は結婚記念日についていろいろとお伝えしました。結婚したお二人がいつまでも出会った奇跡、そしてお互いの存在に感謝して記念日を祝うことってとても素敵だなと思いました。ご結婚された皆さんも、これからご結婚される皆さんも、よければ参考にしてみてください。ブライダルナビではこのような結婚に関する様々なご相談に乗っております。店舗でのご相談も、自宅から婚約指輪、結婚指輪、結婚式場の相談ができるオンラインでのご相談も受けたまわっておりますので、ホームページのお問い合わせフォームか LINE アットからお問い合わせくださいませ。皆様のご来店をお待ちしております。ブライダルナビのアメーバブログは YouTube の内容が記事で読めますので、ぜひそちらもご覧ください。ブライダルナビの Instagram の投稿は、結婚に関するあらゆる豆知識、ストーリーズは私の日々の様子をアップしていたりなんかもしますので、よければご覧ください。この動画の概要欄にリンクを貼っております。ブライダルナビチャンネルのチャンネル登録もお願いいたします。
それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。